まあ、でもトワ君ぐらいの年齢今17なわけやんか、はい、多くのこう若者たちっていうのは俺とかやった時に全部負け取るみたいなことを言うわけ、俺に勝てないんじゃないかみたいな、うん、でも確実に年齢という点によって勝っとるからこのリードは一緒なわけよな。俺はもう若返れるなら1年間一切若返るの1億払って若返りたいから、だから今13歳だったわけやん、13億持っとると思った方がいい、それが価値があるってことやから、年齢若さには。だから若いってだけで圧倒的に魅力的っていう、響く、めっちゃ説得力ある、うん、いやほんまにそういう感じで、でもお金持ちはほんまにそれぐらいの感覚で1年欲しがっとるから、でも若返りはないわけ。でも俺も一緒に抗ってなんかいろんなサプリとかして若返りするけど、根本的にやっぱ置いていくから、それは誰にも抗えへんから、17歳っていう、こう年齢っていうのはほんまに可能性しかないよ。俺らも戻れへんから、17歳マジですごい何か大きなことを成し遂げるかもしれへんよな。そんな話毎日聞けるならやっぱマネージャーになりたいっすねマネージャーになりたいっすね無課金でも何歳？僕今25です。まあでも言ったら若いもんな、25でもな、若いし目の付けどころが今っぽいよな、こうなんか e スポーツに目をつけるって今時やん。まあそうっす。